代替フロンは特定フロンの代替として産業利用されている合成化合物である。ハイドロクロロフルオロカーボン類とハイドロフルオロカーボン類のこと。特定フロンは冷蔵庫の冷媒、機械部品の洗浄溶剤、スプレーに詰めるガスに利用されていたが、保存層破壊効果と温室効果が問題視され、先進国では20世紀に生産が中止された。一方、 代替フロンは地球環境に配慮しているとされ、特定フロンに代わって広く普及したが、特定フロン、代替フロンともに強力な温室効果ガスであり、地球温暖化を促進するとされている。さらに、HCFC は CFC と比べると、オゾン層破壊係数が低いことから、代替目的の利用がされていたが、モントリオール議定書において、オゾン層破壊物質に指定された。 HCFC は、先進国では2020年までに、開発途上国では2030年までに生産が中止されることが定められている。当初は2040年までに全廃とされていたが、2007年9月22日に10年間前倒し、それで、現在の目標となった。HFC は、京都議定書が指定する削減対象物質とされ、麻生太郎元首相は、 2020年までにこの温室ガス効果削減の中期目標を2005年比15%減とする方針を打ち出している。日本ではフロン回収破壊法によって使用後の回収が義務、付けられているが、これは代替フロンによる温室効果を防ぐための有効な方策である。しかし環境省は2009年4月2日に代替フロンの大気への漏洩が従来の見積もりよりも かなり高いことが明らかになったと発表した。日本における2007年度の HFC の排出量は当初見積もりの約2倍であった。これを受けて産業技術総合研究所の中西、巡古安全科学研究部門長は新たな冷媒の開発が迫られるとコメントを残している。2013年現在、環境省はフロンや代替フロンを使わない。 ノンフロン機器の導入を積極的に進めている。原則として国の行政機関では国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づいてノンフロン機器を調達させており、また民間企業への導入の補助事業を行っているとしている。例として二酸化炭素を冷媒に用いた冷却機器では 音質効果は大体フロンのおよそ19000分の1程度としている。しかし導入には現行の代替機器の2倍程度の費用がかかることなどにおいての面が導入の障壁になっている。ありがとうございます。